はい、というわけでビューティープレゼンツキャリーパムパム世界デビュー記念深夜の公開インタビュー。V. S. みさこ、かっ新鮮かまって <laughs> 立ち会いに吉田号、かっこ世界ナンバーワンプロインタビュー、あーということでね。よろしくお願いします。バーサスなんですね。バーサスなんですね。バーサスですよ。バーあの僕立ち会うだけなんですよ。バーサス。えー、あれ。 そうなんですか、えー、そういうわけでねあの、はい、今日は8月にアーティストとしてなんと世界デビューすることが決まった青文字系モデル、はい、キャリーパンパんさんとこれまた8月に大盤の4枚目となるアルバムが発売される新さいハマチちゃんのミサコさんをお迎えしてお送りするという。 よろししくお願いしますこの企画が実は8月24日に発売される BLT で、まあ、特,別企画特別企画として対談することになって、まあ、そっちで再録っていう感じになるんですけれどもね、はいまあ、とりあえずは、ね、その先駆けましてここで公開インタビューという感じになるんですけれどもというかもうこの2人がちゃんと会話性ですかっていうよりもそも <laughs> そも、そ,ももその格好は何ですかってなんですけど <laughs> これはもうあの今日はあの私も海外進出したい気持ちをきこう決めて。めてはい 決めてって言っちゃいました。キャリーコス、キャリーコス、キャリーコスを金髪にすれば、ちょっとあの私もワーナーから海外にいや可愛いです。海外にカンコピに近いですよね。本当にだいぶちょっとあのかなり偽物感はふわっとなぜか漂ってます。けど偽物感っていうかあの顔の地味さは隠せないっていう感じのそうですね。 でも負のオーラが<今>、はい、いい感じですよ。意外、ふのオーラ感じます？いや全然あのー、すごい本当に <laughs> すごい人<の>若い子に気を使わせてお願いしま年齢差は7つですか？お二人は？え7つも違う。私今18歳です。 じゃあ、それ、そう、七つですね。全然思えないです。本当ですか。やったね。近い感じがする。気持ちだけ若くしたいと思います。まあ、そんなに大人っぽさもないですから。そうですね。が、がきです。お二人は面識あるんですよね。そうです。あの、私、ニコニコ生放送で、キャリーのウェイウェイニコチャンネルっていうのをやってるんですけど。はい。にゲストで美佐子さん来てくれて。お邪魔します。なんか、絵とか描きましたね。描きました。ね ゲーム対決とかした感じですかそうですね<う>ゲーム対決的なのをしました、ええ はい。おおぎりで絵みたいなのを描く。はい。おぎりじゃなかった。なんかそうです。おぎりみたいな感じでやりました。ちょっと笑いを取り合う対決みたいな。そうあの最後罰ゲームとかして、ゴムパッチンとかやりました。意外とそういうのは大丈夫な人ですか。いや美咲美咲さんです。こちらが。やちん両方やりました。罰ゲームしました。この人がさ汚れなのは大丈夫なの知ってますけど。キャリーさんも意外と大丈夫なんですか。まあまあ大丈夫です。はい。えっとゴム。 オトピア的なのも全然大丈夫なのまこの人はでも相当いろいろできる人ですしいですね <laughs>、まあ。というような、はい、こういうような話をどんどん続けていくわけなんですけどね本日今日はそんな貴重なキャリーちゃんのライブパフォーマンス映像も見られちゃうということで後ほどそれを見るわけですがしばらくはこんな感じで会話を続けていきたいんですがす、えっと、初対面の時どんな会話だったんですかお二人初対面の時と<も>ん 初めましてみたいな感じで、私もともと先生かまってちゃんすごく好きだったのであのすごい聞いてますっていうのと、あとでもメイドアドレスも公開しましたほうでもそんなに交流はないみたいなそう私メール部署なんですけど、ね、のあのいつは送りましたいつは、はい、いつは送りました挨拶してまた、はい、よろしくお願いします,ししますこれからあのワーナーミュージック一緒なのでよろしくお願いします、ええ、なるほど後輩ですが私は世界デビューしますみたいないやいや、そんなそんな で私はちょっとお家で枕を濡らす日が <laughs> だってねいやツイッター見てても外人さんのコメントがこんなに多いとすごいじゃないですかすごい,いすご、ね、い本当に世界なんだと思いますよ、うん、すごいかまてちゃんは世界進出したいとかあるんですかそれはしたいですけど、うん、したいですけどできたらしたいですよ、うん、いつでもい,いつでも準備はしてる、はい、ニューヨークでもどこでも タイでも。タイでも。タイでも。ていうか、世界デビューってことなんですが、これはどういうような活動するとかあるんですか。えーっと、とりあえず配信があって。えー、で、でも、私はいずれ世界ツアーとか。はい、ちょっと海外にも。こう原宿ファッションをして。行ってみたいなって思います。えー、そのファッションで、美佐子さんも。あ、私もこのか、ファッションで、いや、私は。地味な感じで。いいですか。<laughs> 地味な感じでいいです。えー、その時は。はい。 お二人の接点って何があるんですかそのまあレコード会社が一緒っていうのとあとジッパーで仕事してるジッパーーそうですね、うん、はいモデルとあと連載と,ラムとそれぐらいですか、はい、なんか趣味的な接点とかあったりします、えー、かまってちゃんの時にどういうふうに見てました彼女のことはえっとなんかかまってちゃん自体がすごく謎で、えーえー、あの 過激ななバンドっっててて私思いででも美佐子さんはその中の中の一人の女性なのですごく気になっていましたでドラムすごく上手だしあの素敵な方だなって思ってました上手だしですよ上手です上手というかまドラマですもんねいや下手ですいやいやいや下手なんですかはい そうですね、はい、プロの中ではかなり下手、はい、頑張りますこれからも、嬉しい。いや、でもまあね、相当バンドがバンドで変わったバンドじゃないですか。はい。当然変わった役割もしているわけですよね。ああ、そうですよね。そんなちょっとあの私のことはどうでもいいですか。興味ない。あのあれじゃないですか。あのキャリーさんのこれが。じゃあちょっとね、ミサコさん、なんかえ、あそうですよね。はい、そうです。まあ音源はそうなんですよ。すごいあの聞いたんですけど。 素晴らしくもしもし原宿はいすごい良かったですあありがとうございますお世辞抜きですごい良かったです本当ですかやっぱり中田康隆さんがまあ中田さん仕事大体抑えてますけどあのかなりトップクラスに入る好きな作品です本当ですかありがとうございますすごく嬉しいですすごい良かったなんかすごいアルバム通しての統一感とかキラキラ感が可愛くてあの初期のカプセルっぽい感じがしてツボでしたよあ、ありがとうございます 音楽的にはどういうのがかまてちゃん以外にどういういのがお好きとかかあるんですか私でも本当に何でも聞くんですけど、ええ、特に洋楽が多くて、ええ、グエン・ステファニーさんとかケイティ・ペリーさんとか、ええまあ、レディ・ガガさんもすごく好きだし、ええ、あっても邦楽、えー、だったら新生かまってちゃんと,あとなんラッドウィンプスさんとかも聞くますねあとゆきさん、とチャラさんとか木村カエラさんも好きです。ええうん なんかちゃんが浮いてる感じですよね、そうですねなんか女性アーティストの方が結構、中にいやでかまってちゃん、最初聞いたとき、本当に衝撃的で、友達が夕方のピアノをカラオケで歌ってたんですよ、ひどい、何この歌詞で思って、もう速攻調べて、ダウンロードしてしました、のこさんはインパクトありますからいや、本当にそうですね、気になります。一緒にやってて大変ですよね そうですね、大変ですね。大変です。大変です。生きるパンクみたいな。生きるパンク、生きるパンクみたいな。客観的に見てる分にはいいけれども、バンド組むのは大変だと思います。大変。まだまだ、まあ、刺激は受けるんで。はい。楽しいですけど。まあ、歌手デビューも刺激いろいろあると思いますけれども。どうですか?。その、まあ、昨日ですか世界デビューは。そうですね。配信が昨日から。だったんですけれども。手応えとは。手応えは。 手応えというか、でも割とあのブログとかツイッターとかでもあのダウンロードしたよっていう方が多くてええあのすごく嬉しいですね。ね、うん、あとあの海外の方もあの英語の文章で書いてきてくださってそれであのサイトつないで自分で全部読んでええんあのダウンロードしたよ、最高だったよ、うん、みたいな感じのコメントを見ました英語はわかる人なんですか 自分で理解してなん,な,、まあ、なんとなく理解してって感じです、えー、えらい えらい、えらい。そんなにえらいことしてない。わざわざ翻訳するしてちゃんと読むところがえらいなと思って。そのひと手間もかけないぐらいの人なんです。ええ、私は、あの、かなり、かなりひと手間かけてる方だと。かなり、かなりツイッターとかもなるべく返してます。ああ、コメント相当返してますよね。かなり。ね、気違いのように返してます。今、放送記事を言いました。えらい、えらい、嬉しいですよ。 まあツイッターもやられてますけどね。やってます。はい。どうですかツイッターの方は。ツイッターはでも私も割とこう多い質問とかは返してるようにしていて、ええ一番やっぱブログのコメントだと読んでるんですけどなかなか返事ができないので、うんええ、ツイッターが一番あの返しやすいし、うん、ファンの人とも交流しやすいですね。うん、はいはいはい。すごい気まずいツイートとかはないんですか。 気まずいツイート。ああ気,まね、気,気まずいツイート。かうん、いいとさあげましたよ。なんか、わかんないけどあ。気まずいツイートは。わかりやすく言うと、この人は最近深夜に突然。恋愛したいってつぶやいて、即削除したことがあったんですよ。よ間違えて、なんか、うん、あの、全然、あの、本当、な、何やったんだっけ、ライブありがとうございますとか。普通のことをつぶやくしたら、はい、なんか、怒るんだけど、うん、恋がしたいって書いちゃって。うん、しかも、それに対して、なんか。あの。 何か拾ったんで芸人のバカリズムさんとかがたまたま見ちゃってあのツイート返しちゃって即削除したのにっていうね返しちゃってリアルに削除しました恥ずかしすぎて恋がしたいここも拾いましたよそんな深夜にリアルなつぶやきなかなか読まないなと思うもう一すっごいなんか起きててその時僕も見ちゃいましたみたいなそういう気まずいことはありませんでしたかという質問ですね大丈夫ですかないですかあ、私 私もそうですねでも自分で結構ツイッターって思ったことをばっと書いちゃうので瞬間で消したりはします、本当になんか2秒ぐらいでやべえと思ってでもなんかリツイートされたりとかもあったし結構、感情を出しちゃいますねツイッターってなんか手軽に更新できちゃうから思ってることをらって書いちゃって後で後悔してあーって思って消したりりとかあまししたたでも消のがリツイートされても大変なななことにはっていそうですねそこまではならなかったですね。うん それはその恋をしたい的なつぶやきみたいな恋をしたいしたいで恋をしたいとかではなかったですけど、えー、結構突発的になんか、えー、母と喧嘩してあ、えー、マジマジムかつく母親みたいな、えー、結構 <laughs> リアルなリアルな思いとかばあって書いちゃって、えー、であでもそう、ね、これツイッターもに二万人ぐらいの人見てくれてるし、えー、やばいと思って消したりとかありました。えー お母さんとは仲はいいんですか。お母さんとすごい仲はいいんですけど、えー、まあちょっとなんかイラっとしたことあったんで、えー、どっかにぶつけたいなと思って、ツイッターにぶつけて <laughs> ぶっけたらちょっと失敗したっていう。えー、なんかえどんなお母さんなんですか。お母さんはすごいあのー、ポジティブで、すごい明るい母親ですね。えー、はい。似てる。あんま似てないです。うん、ただすごい身長も同じぐらいで華奢ですね。続いに言うとミサコさんはどんなお母さん。えー うちの母さん、今もう更年期障害で言わな, <laughs> な,ない情報から入りましたね でど同時でこの間、あの風呂爆発させてなんか風呂であの電球変えるのがめんどくさくてろうそくでしばらく夜お風呂入ってたらつけっぱなしにしてなんか除毛用スプレーかなんかにんかして危ないボーンって朝方聞こえてきて自宅で聞こえてきてその時ちょっとたまたま自宅にいたんですけど自宅いたら風呂が爆発してた爆発して行ったらもう窓ガラスとかバキバキに割れて そののレベル爆発部屋っていうかまお風呂樹真っ黒で母みたいな何をしてくれたみたいなしかもちょっともうでお風呂入ってるのもすごい怖いムーディーではありますけどねあそうですね確かに似た感じですかお母さんはそうですね妹と私とお母さんみんなかなりのドジコキャディーさんはどんな性格なんですか私はですね うんどんな性格だろう。基本寝ることがすごく好きで、最近は割と忙しくてあんまり寝れてないんですけれど、休みの日とかがあると本当に一日寝てます。寝てご飯食べてすぐ寝ますっていう生活だったりします。大変ですかこんだけ忙しくなると。そうですね。結構バブタ重たくなってきます。この時間とかの仕事が大変。この時間本当この時間きつい。かなりやばいですよ。結構危ないです。まあ最悪寝たら二人で信号すんで大丈夫。最悪寝たらはい。 辛いいいてくださそんな感じでねキャリーさんの歌手活動の方もね興味あると思うので今夜は特別に今回発売されるファーストアルバム「もしもし原宿」の中からポンポンポンの PV も公開するということでそれから今回のこの番組ではファンの生の声をお聞きするためにツイッターにてコメント募集してますというね PV 見ての感想や聞いてみたい質問など何でも構いませんのでどしどしツイートしていただければどんどん紹介していきます。 というわけでお待ちかねのアーチストキャリーパミューパミューをご覧いただきましょう。というわけでキャリーさんでポンポンポン。はい。どうぞ。はい。というわけで見ていただきましたけれども、はい。あのツイッターとかの反響を見ててもかなりまあ評判はいいみたいで、ああよかったです。ええ<ん>。可愛い,い。はい。めちゃくちゃいいですよね。 で、結構自分の好きなようにやっているというか、監督と話し合って。私、すごい一輪車が得意ですとか、あのホッピングやりたいですって言ったら、面白そうだねって言って。実際にやったりとか、あと。なんだ、あのヒゲダンスやって、リンゴを刺したりとか、なんかすごい楽しくやりました。ヒゲダンスは思い出あるんですか、ね。ヒゲダンス知ってます。知ってます。はい。僕もあれなんですよ。実は、あの小学校の時に、あの練馬地区のヒゲダンス大会で。 入賞してるんですよ当時全国でヒゲダンス大会が行われてる<回>んですよ <へー S 1> あの街のなんか電気屋のなんかイベントとかで参加するとヒゲがもらえるんですよね <へー S 1> でもうちょっと上僕はタオルまでもらえたんですけどすごいあの現場でなんか相方スカウトしてやりましたよ僕そうなのヒゲダンスにうるさいです <へー S 1> <laughs> あとは <へー S 1> なんか割と5回ぐらい自由にやっ 踊ってくれって言われたので、本当あのサビのとこだけ振り付けがあるんですけど、あとはもう自由に踊ってました。はいはいはい。意外と難しくです。自由に踊ってが一番難しい。なそう難しくて、本当勝手に踊ってました。ミサトさんはそういうのやりたいとかあるんですか？私私もでもたびたびまあ自由に踊ってますけど。自由に。すごい自由に踊ってますけど。というわけでデビューアルバムもしもし原宿なんですけどはい。 これはどんなアルバムですか？これはですね、えっと初めて出したアルバムなんですけれど、ええまああの中田ヤスさんが作詞作曲をしてくださっていて、ええ全編プロデュースの感じで、はい、であの割とウェイウェイとかええちょっとキャリーらしさがええお菓子に入っていたりだとか、はいはい、キャリー号、はい、あと。ええ 「あのチェリーボンボン」っていう曲が入っているんですけどそれとかあの中田さんにメルヘンな質問をされてこうみんなでご飯を食べてる時にキャリーはさストロベリーとチェリーどっちが好きみたいなことをいきなり言われて何言ってるんだろうと思ったんですけどうんとチェリーの方が好きですって言ったらなんかふーんみたいな感じで,で後日その「チェリーボンボン」っていう曲でなんかやっぱチェリーの方が好きって言ったから使ったみたいな。 でもそんなにチェリーへの思い入れはつく語ったわけじゃないです,ね <laughs> いですけど, <laughs> どれぐらい好きなのかとかなんかそういうたまにふと、うん、ちょっと謎なメルヘンチックななんかマカロンとマシュマロどっち好きみたいな感じの <laughs> キーワードだけ聞いてキ、えーワードだけ聞いてでも何に使うかとか全く言わないんでふんみたいな感じがあったりしました、うんうん、そういう本人の世界観を生かしながらそうですかねははははいはいはい、はいでもいやすごいいい アルバムですよね。いや、本当に素敵な可愛くて、えーえー、キラキラしてて、女の子らしい。さがぎゅっと詰まってます。もともと音楽活動やりたいとかあったんですか。えっと、もともとは、あのー、本当に中田やすたさんの大ファンで。えー パフュームさんもすっごく好きでオーディションはないけれど、えー、オーディションがあったら絶対行きたいぐらい本当にファンでした。<laughs> 何をですね。四人目のパフュームオーディション。なんか妹分的なオーディションとかあったら、えー、マジ行くみたいな感じでそれぐらい本当好きでした。えー、なんかある意味夢が叶ったっていう感じですね。確かにあと三人分一人で拭き拭きいや本当に。えー いいですね。パフュームの妹分コンテストね。妹分コンテスト、なんかやんないのかなとか思ってたんですけど、<laughs> ちょっと出るだけ私も出たいです。いきなり。ね、初期パフュームっぽい感じのね、妹分、めちゃくちゃ見たいですよ、うんあ。お好きなんですね。やっぱ中田さん。すごく好きです。どんな人でした、中田さん。中田さんは。 見た目がすごくクールな印象で写真でしか見たことがなかったのでいぐ本当にどんな人なのかなと思っていたんですけど実際会ってみたらすごく面白くて本当ふざけたことばっかり出したりとかあとなんか食について詳しいんですよ食食べ物とんかつはどこどこがうまいとかしゃぶしゃぶだったらあそこが一番美味おいしいみたいな。 すっごくご飯関連が強いし、えー、あと知識あの芸能とか芸能も強いですか芸能もすごい強くてなんかいろいろ教えてもらったりとか何をですか, <laughs> なんかそういうプチ情報みたいななん中田さん知らないだろなと思ってふらって話したら、うん、あーその人って何々でみたいなすごい強かったりとか音楽も,ももちろんそうですし、えー、もうなんかすごくいっぱい知っているというかいいな中田さんと芸能話したいな いや、本当面白いです。いつも喋ってくださって楽しくて愉快な方です。うん、会ったことないですよ、僕も。ずっと好きなのに。ずっと好き。なのにツイッターで話、ツイッターじゃない、ミクシィ時代にメッセージを送ったけどスルーされたっきり。ずっと好きすぎる感じが危険な匂い。ミクシィやってたんです。昔やってて、かなり初期の段階で。 大ファンですよみたいなメッセージ送ったら、反応ゼロでしたよね。ね、はい、多分、危機感が。何ですか,すか <laughs>。ツイッターとかや、やん、やんないみたいなこと言ってましたね。そうなんですか。いろいろ面倒なことがやてない。多分そうだと思う,うん。はいはいはい。中田さん、お好きですか。 あれそうですねあの詳しくはないですけどちょっと同業者です同業者すいませんあのはい詳しくないですか詳しくはないです全然はいなんかパフュームのやってる人ぐらいのそうですあの綺麗な顔をしたお兄ちゃんっていう感じが写真で見ると本当すごいですもんねすごい綺麗綺麗だしでもカプセルのデビューアルバムを見るとびっくりしますよあのキャラが全然違ってあそうなんですカプセルとかすごい聞いてましたあそうなんですかはい。 コッシーちゃんもすっごく優しくて素敵なお姉さんって感じでもうカプセルは2人とも本当に大好きですでコシジマさんもデビューアルバムも、ね、<laughs> カプセルのファーストアルバム結構衝撃的ですよ <laughs> <えー S 2> 歌も違う、全ビジュアルも違うというセカンドから可愛い感じになって <えー S 2> そうなんですよ大好きなんですよ、僕も。ね いいなでも芸能の話、えー、っとそしてアルバム一番力入れたところとか何かかありますか <laughs> 一番力入れたところは、えっと、初めてのレコーディングだったので、ええ、最初はその歌手になるんだから声量を出さなきゃとか、ええ、あとボイストレーニングとかも絶対行かなきゃなと思って中田さんに相談したんですけどいやいやもう全然そのキャリーのそのまんまの感じ歌ってくれって言われて、うん、でスタジオ入ってからもすごい緊張して。ええ 頑張って歌ってたら止められていやもうなんでそんな力を込めて歌うのみたいな頑張るなとそうもっと本当カラオケ感覚ぐらいでいいんだから、えー、もうそのまま歌ってくれと言われて、えー、ちょっと気が楽になって、えー、こう淡々と歌ったら、えー、あの後で聴き比べたら全然そんな方田さんが言った方が可愛いらしく歌いました、えーえー、すごいよくわかります。そそれう、えー、うん、うんそうなんですよ トレーニングとか言わないんですよそうなんですただやたらあのやたらというか、うん、可愛らしく歌ってっていうのはすごく言われましたちょっとこう適当適当というか <laughs> ララララみたいな感じで歌ってると、えー、あもうちょっと可愛らしい女の子みたいな感じで女に会しますって言われました力強くは歌わないでいいよって、ねはい、ああでもすごい正しいと思いますよ、うん、うん。そのアドバイスははい レコーディングは緊張しました。コーディングはそうですね、すごく緊張、最初していて、で、えーえー、私でレコーディングでて,こてっきりあのデモテープとかを渡されてから、それを二日ぐらい聞いてから行くのかと思ったら、えー、いきなりそのスタジオレコーディングスタジオ呼ばれて、えー、で。 最初に歌詞を渡されたんですその一発目の曲がポンポンポンだったんですけど歌詞って言っていいのかっていうような歌詞ですよね。そうポポポポポポンンンンンンウウウウェェェェイイイイって書いてあってえって思って中田さん完全ふざけてるなって思った本当に思ったんです。ででもそこで初めてデモ機械が歌ってるやつを30分ぐらい聴いてそこからレコーディングだったんですけどすごく出来上がって。 たらすごく可愛くて、うん、なんか耳から離れないというか、うん、すごく素敵な曲になってましたらしいですよはい、うん、いや本当その通りえ可愛いえ可愛い,い曲ではいレコーディングは大変なんですかミサコさんは大変そうですねああそうですねでもあのー、行き当たりばったり感は多分あのー、同じぐらい <laughs> 同じぐらいのその場で突然、はいろいろ決まるこれなんかあの,ー、そのまあ私 私もう新しいアルバムが8月末に出るんですけど、うん、あのそれもなんかちょっとスタジオ入って練習する以前の問題ぐらいな感じでなんか<え>もうなんんかかもう入れるかわかんないけどとりあえずやってみようみたいな、えー、感じでできたのかどうかわかんないぐらいの曲をとりあえずやってみようみたいなととっ,、うん、ってみてでいいのをどんどんこう、うん、チョイスして。まああの 結果すごいまああの濃いアルバムにはなったんですけど。はい。本当そういう感じです。そうなんですよね。そういうわけで四枚目のアルバムを発売することに、うん。はい。<あ>なりました。はい。なんかビブンとどん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  cd 何気に出させていただいて、えー。<laughs> はい。で四枚目のアルバムがあの。八月三十二日へっていうしばらく。 あのー、アルバム出るっていうふうに告知してからしばらく本当に8月31日に出るのかわからないって、えー、言われたんですけど、えー、どうにか出ます8月31日にギリギリにギリギリに、うんうん、はいでもまああのー、夏らしい勢いの詰まったいいアルバムになってると思うので、うん、はい、はい、よければお聴きください、うん、なんか大変なこととかなかったんですかあでも今回はあのー、レコーディングでっていう意味ではそんなに大変なことはなかったですねただ、うん、まあちょっとスケジュール的に 私たちあのー、ツアーもやってたんですよ、本当に、ええ、今月頭まで、はい、やってて、その <laughs> ツアーの合間を縫ってやってたので、大変ですね、なかなか、はあ、家に帰れなくて <laughs>、はい、そういう大変さはちょっとありました、はい、のこさんって、すっごい叫ぶじゃないですか。 大丈夫なんですか、整体的に。あの本人もすごい気にしてて、そういちょっとあの前日とかすごいケアして、なるほど。気にするようにあんま見えないですけど、その辺はちゃんと一応してるんですよね。はい、声をちゃんとまああのもう歌ったら潰れちゃうからなるべくリハでは歌いすぎないようにとか気にしてます。うん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 。なんかどんな売りのアルバムとかあるんですか。え？どんな売りのアルバム？あのでもまあその。 すごいシンプルなギターロックが多めの曲,の曲ばっかりでなんかまああの聞、ー、きやすいアルバムだと思うんですよ「ええ、かまってちゃん」をこれで初めて知ってくれる方もたくさんいてほしいかなっていうアルバムであとまああのメンバーすごい行ってるんですけどまあ、海外進 出の前に、日本のテレビに出たいってずっと言ってて。N. H. K. 出たじゃないですか。ああいうじゃなくて、なんか、もう、若かりやすい、エステとか。歌番組の。あの、なんか、日の当たってるような感じとか出たけどね。あの、変わり者として、なんか、密着されてるものじゃなくて。これがどんと売れて。 自分の十以内とかに入ってあのタモリさんにいじられたりとかねタモさんにすごいあのなんかいろいろこういう感じで聞かれたいです地上波のいい時間にね僕じゃなくてねもっと地上波の人にねゴーさんはすごい楽しいですいいそんなことないですよいろんな意味で今日もはいそうですねそれに比べてねキャリーさんも順調にテレビ出てますよまあ本当ですよう羨ましいましいよ羨ましい羨ましいどうにかならないんですか私もどうにかしてくださいちょっと 同じ、同じがななのに。うん、はい。たい出たい番組あるんですか。あ、私は、あの、へいへいへい。あ<ー>あ<ー>、出たいですね。出て。あの、キーボードのものくんがいるんですけど。えー、あの、浜田さんに突っ込まれて殴って。もらいたい。 はい、っていうのが。夢があります。はい。キャリーさん、照れそうですよね。いや、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 私も、であの、アーティストとして。音楽番組は、すごく出てみたいなと思います。誰と絡めたいとあるんですか。えっと、やっぱり、ミュージックステーションとか。へえ、へえ、へえ、も。ええ、四回。四回。へえ、へえ、へえ、も。すごい出てみたいし、音楽番組は、本当に。あの、アーティストとして、出てみたいなって思います。 でも出れますよいやいやいや頑張ってはいよろしくお願いしますかまってちゃんは大変だと思うけどカってちゃんはそうですねいろんな問題も多分あると思うのであの生放送とかだと多分生放送対応何かしでかすんじゃないかってまあ NHK でちょっと一回ね前例ができちゃったっていうかそうですね大丈夫ですよポップなバンドですポップかなポップです 生じゃなきゃ大丈夫ですよね。はい、そうです。収録ぜひ、ぜひとか。ぜひ、ぜひ。はい。キャリーさん、問題なくね。できなりそうですね。頑張って、出たいです。はい。さっきから、ちょっと質問ちょこちょこ、あの、出てきてるんですが。僕が気になったのが。P. V. の最後に、ジョジョ立ちをしてるのを見て、信用できると思ったっていう。あの、P. V. の最後。ああ、はいはい。そうですね。ジョジョ立ち、あの、しました。うん。 適当にしたら最後うまいぐらいに加われていますお好きなんですかえっとそこまで詳しくは知らないんですけれどもジョジョジョがすごい好きな友達がいての子と一緒になんかジョジョたちを教えてもらってすごくかっこいい良かったのであのちょちょこっとやりましたねあとこういうのとかもちょいちょいやってました基本なんかお笑い好きなんでしょうあ、すごくお笑いが好きです今お気に入りはどなたなんですか今お気に入りはえっと 今、一番だと2700さんっていうすごく全然知らないですよ私もちょっとリズム芸をやるんですけれど若手の笑い芸人さんですごい絶対来ますテレビどんどん出ると思います、これからすごく面白しろいので美佐子さん的な誰か推しの芸人さんとか私芸人でも昔はあの好きだったんですけどなんか冷めましたね年 25になるとそうでですねもバカリズムさん好きです、そい。こもライブ DVD 持ってるくらい、そんなにお好きで、好きで、ジョジョも大好きです、お笑いじゃないですけど、ジョジョは五分が好きです。はい あのみんなそれぐらいがいいそう女の子は五部が多分。言ってました。はい。僕二部か三部で脱落した組なんであ本当ですか？意外。最初は読んでたんですけど結構脱落しました。あそこを乗り越えるともうだんだん魅力にはまってくる。この人ただのあのオタクなんです。ただのオタクです。はい。ダメなオタク。ダメなオタク。あの同人誌系の人です。ボーイズラブの。人。そうですね。あのはいコミケとかに通うタイプそっち側の人です。 最近通ってはい。最近も通って。最近は通えてないんですよ。行きたいけれども。本当ははいあの窓かマギカの薄い本が欲しくて仕方ないですけども。窓カマギ。それはご存知。知ってます。名前聞いたことあります。すげえ来てるって秋葉の友達が言ってます。秋葉の友達。秋いるんです。秋葉と結構幅広くいろんな友達がいます。素晴らしい。はい。いいお友達を。周りは確かに騒いでますね。騒いでました。ええ。 ちょっと魅力を教えてくださいよ魅力、うん、キャリーさんにああえっとのキャラクターがもともと「梅天帝って呼ばれてるすごいかわいいキャラクターを描く漫画家さんがキャラデザをしたんですよなんですけど実はすごい内容が深くてあのそういう可愛いい女の子たちがどんどん過酷な運命を背負っていってで魔法少女なんだけど実はすごいその。 まあ保証状になるためには闇を抱えなきゃいけなかった。結構ダークな話なんですよダークなんですね。深いんだ。深い、まあなんかいろいろ言うとすごいネタバレになっちゃう。ちょっと気になりましたので、チェックしたいと思います。基本的に美佐子さんはダークなものが好きなんですか。私はあのすごいポップなものからすごいダークなものまで。はい、いちごマシュマロも好きだし、エルフェンリートも好きです。全然わかんないですよね。はい、可愛い女の子が出てれば大体好きです。キャリーさんはどんなものが好きなんですか。 あに漫画とか。ああの漫画とゲーム一切やらないんですよ。ほう。でそれもなんか自分がハマっちゃいそうで、もうかってるのであのモンハンとかだからあれも買ってないしこうやつ PSP も買ってないし何にもしないですね。でなんか家から出る出れなくなっちゃいそうだからあえてやってないです。でもお家にクレヨンしんちゃん全巻あります。漫画版。はい漫画版はいはいはいすごい好きです。なくなられちゃってね。 すごくそうです。はい、あれも結構暗いところは暗いあの後半大変なことになってますね。あれ、そんなですか？あれ、そんなでした。はい。あのまたずれそうが爆発みたいな。なんかね。そうそう。爆発なんだとか、ね人死ぬぐらいの話になそうありましたよね。なんか鬱になっちゃうような。そう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 。というぐらいね、お二人の接点はなかなか見えにくいわけです。なか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 でもなんかじわっ。

よだが出ました出ますねそんなわけでそろそろ行ってきますかねお待たせしました冒頭でもお知らせしたように今回貴重なキャリーさんのライブパフォーマンス映像があるとのことなのでそうですこの前撮りました事前に撮ってあるはいそれを見たいのでちょっとじゃあぜひとも見てみましょうかはいよろしくお願いしますはいというわけではいこれはどちらのライブなんですか どちらのライブ、えっ、えと、多分これように取りました。ええ、場所はこちらです。こちらで。はい、はい、はい,は,いはい、はい。ここなんですね。今後ライブ活動とかやっていく予定はあるんですか。えっと、今ライブに向けて、ええ、こう一生懸命、あの、特にポンポンポン中心に。やってるんですけど、ええ、レコーディングだと、すごく簡単に歌えたんですけれど、後、ええ、振りが入ると。 ポンポンウェイウェイウェイポンポンウェイポンウェイポンポン,ウェイポンポンかける二が最後あって、うん、それもゼーゼーしちゃって、うん、やばいので今一生懸命体力作りをし,しようかなって思ってますこれは口パクトじゃなくてちゃんと歌ってるちょっと歌いながらはい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 了解です、はい、というわけでじゃあねあとそろそろ vs 部分を見てみたいんですよ VS、うん、はい両者がね 対決的な感じで、いろいろ気になることと。まあ、ゲームの対決じゃなくて、まあ、質問ですね。そう気になることを掘り合う。掘り合う。うん。まあ、音楽のことでも、何でもいいですけれども。はい。ええ。なんか、興味あることありますか、こちらの人に。えっと、えっと、でも、美佐子さん、すっごく、ドラムが、上手な。というか、まあ、ドラマーなのですけれど。いつから、ドラム。 を書いているんですか。私はでもかれこれ六七年になりますねー。きっかけとかって何だったんですか、はい。きっかけは私あの小学校の時に一回吹奏楽部に入って、はい、でパートの人数が少ないパーカッションっていう打楽器のパートに回されたんですよ。はい、で その時に一緒だった友達が、うん、あの高校がまた一緒で、はい、その時にもう一回吹奏楽部やらないって言われて吹奏楽部に入ってでまたパーカッションをやり始めたのがそのまま大学の軽音楽部のドラムにつながってそれずからずっと続けてます。 ええ、そうなんだ。そうなんだというか。思いのが面白くないぞみたいな感じですよ。もっといい話なんかないの、なんか。かまってちゃん的なね。昔やり、やりましたか。私、中学生の時、陸上部で、あ、すごく走ってました。でも、ちょっと。ぽいかあ、本当ですか。でも、高校入ってから、も全然。あ、何もしなんか、してないでしょ体力はある人なんですか、じゃ。体力は、もともとは、まあ、短距離だったので、長距離ほど体力がないんですけれど。 最近も階段でゼーゼー言うぐらい見事に生ったいじだなみさこさん側から逆襲の何かはないんですか、はい、逆襲の何か、うん、えー、ええー、えなんだろう意外と難しいですよね、うん、えっとあのー、じゃあなんかこう私はレコーディングでもまあいろいろこうたびたびメンバーとかと喧嘩をするんですけどはい。うん あのレコーディングとか今回 CD 出るにあたって誰かと喧嘩しました喧喧嘩嘩喧嘩は一切しなかったわけあいあいそうですね喧嘩する人もいないというかいや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 そんな怖いですってなんかむしろすごく楽しくみんなにこにこしながらレコーディングしましたね一人なのでメンバーとかじゃないのですごい楽しくやりました いうううふになんかこうメンバーとかともやってみたいとかああなんかでもすごい楽しそうだなって思いますうん、うん、すごいやってみやってみたいというか、うん、メンバーだったらまた違う楽しさがあるんだろうなって思いますねかまってちゃんのゲストボーカルやってみたいとかねい,あそいやー<笑><笑>あでもまあ,<れ>あでも,あでもまあアニソンでもねやってるじゃないですか歌ってくれたことある、はいえー、その時はもうすごいのこさんが、えー、なんか超優しく みたいですねバンドじゃありえないぐらいにちょっとオオカメ飛鳥さんっていう声優さんだったんですけどすごいもう逐一こうここはこういうふうに歌ってって優しく指導とかしててお子さんは私映像でしか見たことがないのですごい興味ありますどんな方なのかはい。 普段まあでも面白いですよ変な人でさっきからツイッターでなんとか言ってんのがの子さんと中田康隆の絡みが見たいっていうあそれはちょっと見たいすごい見たいですよ僕もそれその立ち会い人はやってみたい気がする話通じるかな。会話が制するかどうかどんな方かちょっとわからないんですけど中田さんはでも意外と意外とし受け身取れる人そうですね喋るんじゃないかなと野子さんが喋るかどうかですねあとそうですね ちゃんと日本語で話せるかどうか。うん、うん、まずだって長田さんに絡んだりとかすると思うんですよ。そうですね、うん、また失礼なととこと言いますよね。<laughs> 確実にやりますよね。はいはい、それを中田さんがどうかわすのか。そうですね。<laughs> <laughs> だってかまってちゃん大変ですもんね。 そうですね大変ですからね絡んで怒る人もいるだろうし突然あの許可なくそのまあこういう生放送的なのをーストをいろんなところでやってことあるんすけど警察に絡まれて絡まれてたりとかそういう感じの他のバンドさんとかどんどん突然するんですると中にはすごい怒る人もいますねとある芸人さんが怒ったりとかね。ととある芸人さんか とある芸人さんを芸人さんだと分かんないで絡んでいってなんかお前面白いことやれよとか言ったっていう大変なことが事故がはいでもそういうところが魅力的というか気になりますね。魅力的であるんですけれどもそれによって一部吉本芸人さんがかまってちゃん許さないという時期があったんですが多少の誤解は解けましたけどね敵いっぱい作ってるんですよ。 そうなんです。あの勝手に言うしてやるからね、あの現場にいるバンドが怒ったりとか。そうなんです。しかもなんかちょっと今なんかこうなんだろうあまりメディアに出てない時に突撃しちゃってオフモードを突然怒りますよね。失礼なことをしてしまいましたが、はい楽しくやらせてもらってます。そのブレーサで中田さんに絡んだら大変な事故起きますよ。大変ですね。はい。まあ私も人のこと言えないぐらい無礼な感じで絡んでくんですけど、いやそんなことないんですよ。無礼なんですか？無礼ですね。 はい、うん、ブですね。そんなことないですよ。<laughs> 面白い、すごいなんか優しい方だなって思います、うん。そして、じゃ、あ再び攻撃、何かありますか、美佐子さんに。ええ、美佐子さん。はい、じゃ、美佐子さんの恋愛感を。<ああ S 2> 恋愛。それはいい。はい、なんか、先ほど、あの、無限大ホールで、ノンスタイルの井上さんの。恋愛トークやってたんですよ。なんか、ラブスタイルっていう、恋愛トークをやっていたので、それに、まあ、気になるので、美佐子さんも。どんな、タイプとか、どういうデートしたいとか。 気になりますデートデートは結構動物好きだから動物園とか水族館とか普通に行きたいんですけど、うんはい、好みはそうですねなんかあの最近、別に全然なんかこうそういう機会がな、ね、あったわけじゃないんですけど、はい、男の人のお尻に生えてる毛。<は> <laughs> かお尻に生えてる毛がすごいセクシーにおまじでお尻のどこあたりですか <laughs> あの…え本当ここら辺ここら辺お尻の谷間の谷間じゃないです表面はいはいはい そんなとこに毛生えてるん生えてるぐらいの毛むくじゃらな人がなんかちょっとなんかセクシー毛むくじゃら嫌ですよまあ普通そうなりますよね尻にもじゃもじゃしてんのがいいんですかそうなんですね具体例誰かいるんですか具体例いやでもあのなんだろうそういうなんかいかがわしいビデオとかでしか見たことないですいかがわしいビデオで見たんですねいいないですこの人毛深いセクシーってそう なんか芸 <laughs> に持てそうな人がだんだんちょっと熊毛持てますからねそうなもともととぽってりしたお腹の人は好きだったんですけど、えー、そこにさらに毛までついそ, <laughs> そうなんですよね、えー、でこれでちょっとなんかハゲまで加わってきたら私やばいんじゃないかなってでも変ですよ。俺もじゃもじゃだぞとかいろんなすごい反応 <laughs> あ本当ですか <laughs> 俺俺みたいな感じで来たんですどうしようけが像がすごいツイッターで見てきたら。ね <laughs> それはちょっと困るはい大変なねあのまあ配信が原因で彼氏と別れてそうですねそうだったんですかそうなんです私スクール水着を着て一度リアルタイムで配信をしたら着替えてる姿が奇跡的にちょびっとだけ鏡に映っててポロリをしたんですよポロリをれて大丈夫でしたで怒られて別れたんですけどまあでも今はすごいあのいい関係であの別に付き合って てはいないんですけど、はい。え、それ映像とか大丈夫？映像とかはもう全力で事務所が消しにかかってくれて、はい。でその後でもずっとそれがトラウマになってて、トラウマになってて、こういう番組やるたびにみんなが黒乳首とかみんな書いてたんで、ですよ。それで傷ついてたのをトラウマを回復するために実はこの BLT で雑誌で水着グラビアったそうなんですよ。はい、トラウマをはい消したいと思ったら私が水着で出て。 る予定だったんですけど、あの表紙がカラー。言いづらい話ですよ。インサイダーな。そうなんです。カラーが出て。表紙で、でも、韓国の人がなんか水着の人と出ちゃいけないみたいな、そういう。んね実況的なのがなんかね。そうすると悪い。そうなんです。まあ、ずれたと言います。すごい今インサイダーな話しますよ。そうなんです。B. L. T. さんは、ちょっと、カラー、カラーを私より優先させたんです。 当たり前ですよ。<laughs> <laughs> みんなから取ります。<laughs> どう考えても。どう考えても。<うん S 2> はい。<laughs> ギリギリな話出ちゃいましたね。<laughs> でもでも気になりますよね恋愛感ね。うん、なんかすごい気になりました。そうですうおっとりしてるのでどんな人とかが性格的に好きかな。まあおっとりしてて頼りないので、<うん S 2> <laughs> あのまあそっと見守って危ない時手を差し伸べてくれるタイプが。 モジャモジャの毛でねはいただモジャモジャの毛でへーありがとうございますありがとうございますいつか目覚めるかもしれないなかなかないと思いますよねクマ系好きになることなさそうですクマ系はそうですね私は割と爽やかな青年タイプの方が好きですねお互い取り合わないからいいですねあ、よかったよかった友情は壊れない感じですよ あ、でも、どっちかが、どっちかに目覚めるかもしれない。爽やかに。爽やか、目覚めないですね。目覚めないですね、熊系から。熊系、すごいですね。熊系のボーイズラブとか読んだりするんですか。あ、ああ、熊系のボーイズラブ見たくないな。あれですね。あの、あ、なボーイズラブもいろいろ流れがあって、なんか最近、親父受けっていうのが流行ってるんですけど。それはちょっといまいちわかんないですね。若い男の子同士がやっぱりいいですね。うん。 何の興味もない感じですね。そこには。はいはいはい。美佐子さん側の逆襲は何かありますか。逆襲あじゃあさっきなんかイラン性癖をカミングアウトしてしまったんですけどはい。<laughs> 逆にちょっと自分でここは変わってるなっていう男の人のフェチポイントみたいなありますか。うん、えーっとうんーとなんだろう。 言動とかでも、言動あ言動とかでもあの,マックの店員さんとかで腕がすごい筋肉質とかだとすごくかっこいいなって思いますね。いいです、ね、筋肉なんかちょっと持ち上げた時にぐって出る筋が出る感じが筋肉とかマッチョなわけじゃなくてその,瞬間,あの瞬間で出る感じ、ねはい、結構血管とかすごいいいなって思います青い血管出出る人とか好きです。あ それはちょっとわかります。ようやく分かり合えた感じ。わかり合えた。いや <唯一 S 2> い,いですね。うん。もじゃもじゃしてるけの中に青い血管が出る感じが。<laughs> めっちゃ不気味ですね。<laughs> いいんですね。<laughs> もじゃもじゃしてる中に、うん。はい。はい,は,いはい、はい、もう、え、もうこんな感じですかお互いの。気になるポイントは。<laughs> な,、えー、な音楽的になんか気になることがゃないですか。あお互い。えっと。 あの作詞・作曲は全部の子さんがあの子さんなんですかすごいですねじゃあのロックンロールは鳴りやまないでしたっけね <はい S 2> すごく聞いていて<は>いカラオケでも歌いますあ難しくないですかいや意外となんかマイク通して歌うと似てるってよく言われて歌うとすごい似るんですよね <laughs> あのカラオケじゃないと似ないですけどここじゃあちょっとなんかだるい感じというか。<laughs> 力抜いて歌うと、ぜひコピーしてもらい、カバー、カバーをじのこさんすごいですね。そうですね。エネルギー。なの中が気になりますね。あ私も全然わかんないです。全然わかってない。気になり続けてます。あまり深入りしない感じですか？いや、多分深入りできないですね。なかなか、はい。じあと僕個人的にあのビー、あの BLT ってことなんで、何か好きなアイドルとかいらっしゃいますか？好きな。 アイドルはえっと、割とアイドルすごく好きで、ちいさくがモーニング娘は、えー、大好きで。もうミニモリとかも振り付け完コピするぐらい、受けたいぐらいの。そうです、受けたいないんですけど、本当受けたいなぐらい好きだったりとか。最近はでも、あの、モモクロの。シャーリンが好きです。へえ、はい。いいでも絶対あのベリーズ工房の菅谷梨紗子ちゃんは。ずっと好きです。ああ。それは素晴らしい。<laughs> それは素晴らしい。医者講師。好きです。はい。はいはいはい。 モモクロとかまっちゃんの対決があったんですよあそうなんですよ私それ見に行こうと思っていたんですけど、うん、撮影が押しちゃってちょっと行けなくてめちゃくちゃ楽しみにしていたんですけれどちょっとなんかモモクロちゃんとはぜひいずれまた絡みたい,でいやもうぜひぜひ見てみたいですいあ本当にいい対決でしたよね、はいはい、いい対決でお客さんとかってやっぱりモモクロさん系の人と被ったりするんですか そあの時は完全に水と油な感じでいたんですで、えー、最初よ別れててでもすごいあ終わってみたらもうなんかわーってわーって、えー、どっちともまあねかまてちゃんの方も言ってましたけどね その対バンが終わった翌日、あのう、ー、かまちちん込みの人間が大量に桃黒込みに入って。そう、入ってました。<laughs> <の>いいですね。みんな桃黒大好きになって帰ってきましたす、うん。すごいいいですね。うん、はい。それに対して、美佐子さんもすごい良かったって言って。良かった。<laughs> 嬉しい,い。そうなんです。<laughs> うん、そこもかぶりましたね。桃黒推しっていう。桃黒。桃黒可愛いです、ね、なんかダンスがすごく面白いですよね。桃黒。そうですね。バカっぽい。あとファンの方のなんか掛け声的な。うん やつとかもすごくあの一度見に行ったことがあるんですけどどちらのときにあの雑誌の編集者でこうまなんかやっていたんですよねライブをそれで見ていたんですけど編集部でやるようなライブってことですか編集部で一度やっていたいろんなとこでやってますからねプレイボーイの編集部ではなんだとかあそうなんです出張ライブ的なこと出張ライブそれで一回見ましたすごく至近距離でへーかわいかったです 美佐子さんは一緒に戦ってみてどうでしたか?。戦ってみて。そうですね。あのー。私、あのー、本当に。れにちゃんが好きなんですけど。ええ、紫。紫紫はい。なんですけど。あのー、なんか話を、それこそ。郷さんとか、すごい詳しいですけど。れに、ええ、<laughs> ちゃんの話につい。んあの、どうかして話。<laughs> あれで、なんか、完了にできるって言ってましたもんね。そうなんですよ。てるていれにちゃんのインタビューとかを読むたんびに。 なんか他人とは思えない感じがすごいシーとしてでも同じぐらいこうちょっとなんかいろいろ問題を抱えた <laughs> 問題を抱えた子なのに何かダークな何かを抱えてそうな抱えてそうなのにおなんか私より全然頑張ってる感じがしてやっぱりちょっとすごい応援してしまいますねなんか そうライブを見てて思ったのがメンバー内がすごい仲が良さそうというか踊り合って目があったらすごいにこってしていて、うん、見ててすごい幸せな気分になるライブでしたあのバックステージでもずっとああやってるだけです仲良さそうに遊んでるだけっていうそうなんですよ高木さんも僕この前一緒にイベントやった時に、はい、ずっとおかしなこと言ってましたよね私前世は あの、なんだっけな、不幽霊だったんですよ。ずっと霊だったんですが、あの、半年ぐらいで成仏したんですよ。おめでとうございますみたいな会話を。あと、なんか、最近地底人が見えるようになって、今もそこに地底人がいます。あ、今そこいるんですかみたいな。大丈夫ですか?。そういう会話普通の。危なくなってきてる気も。そういう真顔でする感じで、すごいですね。変わった人ですよ。そこまではないですよね。そこまではないです。地底人は。あ、でも、なんか変な生き物はなん。 かいか見たことが。どういうことですか、<ー>それ。なんか。あのー、足が。足が二本しか入ってないし、えー、ちっちゃい虫みたいな。の小学校の時に。足が二本しか入ってない。なんか、まあ、あの。悠馬 <laughs> 的なものを見たこと、えー。足が二本しかない虫ですか。だって、目がなくって、本当、ゴマぐらいのちっちゃい虫なんですけど、えー、真っ白で。えー、で、すごい。

<う>はい、はい、えっと昨日からえっと七月二十日からポンポンポンがえっと iTunes 世界二十三カ国で同時配信されたので皆さんぜひダウンロードしてくださいえっとそしてあと八月十七日にそのもしもし原宿というミニアルバムが発売されるのでそちらもぜひチェックしてくださいよろしくお願いしますはいそしてじゃあミサコさんの方ははいえっと来月八月三十一日に えっと、8月32日へというアルバムが私たちの4枚目のアルバムが出ますで、えっと、テレビもぜひ出演したい予定ですので出演したい皆さんたくさん買ってくれたらきっと出る出れるんで、はいえー、買ってくくださいいよろししお願いします、はい、そんな感じでどうですか 本日のこのお二人で戦ってみた感想はいややっぱなんか美佐子さんすごいあのおっとりしているので一緒にいてなんか癒されるというかなかなか癒されるようなトークはしてないですけどねあの全体的にこうおっとりなさって空気はね緩やかなでなんかいつもこう話してて和まされるというかすごくあと面白いそのお尻のドータラコータラみたいなとかすごく面白かったのでお尻のドータラコタラお尻のドータラ面白かったんでまあ一切気持ちは分かんないんですけどねまたこうやって お話したいなはいはいメールのやり取りしますかお二人これで今日ぜひメールしますはいまた一回で終わりますか終わらない終わらないですなんかあのはいあのぜひお暇な時遊びにとかも行きたいですえ家に一緒にどっかに全然大丈夫きれいに書きました原宿案内してくださいあぜひぜひ原宿詳しいのでなるほどねそういう感じでねこんな今回のタイトルにもつながったような感じで ね、原宿ということで、もしもしはい、はい、そんな感じでよろしいですかね。はい、じゃあ、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。<う>